とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、やっていきたいと思います。これ、デイリーチャレンジの、パンダの高原ですね。報酬アーティファクトとなってます。ここのアーティファクトがこれだね。愛のメダルと種。まあ、メダルが欲しいかな。これを狙っていきましょう。で、実績も狙っていきます。今日狙う実績が、これ、スピンブレードですね。スピンブレードを1回投げて70ヒットさせる。70だからね、なかなか難しいと思うんだけども、まあ投げて、こういう感じで自分の周りをぐるぐる回らせて、なんとか70ヒット狙っていこうと思います。で、ちなみに昨日の、報酬で、256のスピンブレードが出ましたので、スピンブレード256、二刀流でやっていきたいと思います。強いかどうかはわかんないけども、いきます！それでは行きましょうか。70ヒットだよね。相当難しいぞ。うん。いや、これ、無理だぞ。うん。いや、これ普通に70ヒット出そうには無理じゃない？まず敵が足りない。うん、この前に倒しちゃうんだよね。これどうやってする？スピンブレードのパワーを下げて、あのハテナハテナハテナとかあそこら辺で投げたらいいのかな。いや、普通にしたら敵どんどん倒しちゃうので、いや無理だね。70ヒットは出せない気がするよ。うーん、いやいやいや、厳しい厳しい。まあまあいいや、とりあえずここを報酬だけ取って、でその後に70ヒットをちょっと狙ってみましょうか。いやー、最後が結構きつかったですね。変更点がやばかったです。プレイヤーダメージが 40% 減少して、ダメージ 190% 増加の、モブ HP 110% 増加。やばいね。では、報酬見てみましょう。どうでしょうか？愛のメダル256。あ、255！ いや、でもいいよ、いいよ。うん。愛のメダルはまだ1個だったね、持ってるのは。1個しか持ってなくって。で、パワーいくつだったっけ？あ、254!OK!255 になりました。ダメージ上昇が 2% 上がりましたね。ということは、256だったら、プラス 258% になるのか。あ、OK!OK! 愛のメダルの255。今のところ最大パワーが出ました。では、これだね。問題のスピンブレード。これをなんとか実績解除してみましょう。それではとりあえず行ってみましょうか。あー、ちょっと待って。敵が、ちょっと少ねえな。大部屋に行けば、結構多いところがあるので、そこでやってみるか。うん、敵が少なかったらダメなんだ。あー、いいんじゃない？あー、無理！ちょっと待って、待って待って待って。いや、でもこれ70ヒット無理だぞ。あ、あっち側、反対側がちょっと大部屋になってますね。そこ行ってみるか。いや、これ70ヒットって相当だぞ。OK! いけ！あ、無理！ちょっと待って、無理！ちょっと待って、いけいけ、いや、ちょっともう、ちょっと待って、よし、OK、いた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 、大絶賛のアクロバットいけた。あ、なんか、70ヒット無理かなと思ったけども、いけた、この大部屋で振り回せば、なんとかいけるもんだな。ちょっと。やばいかなと思ったら、いけました。
はい、戻ってきました。行けましたね。はてなはてなはてなの大部屋に行って囲まれた時に使うと、まあギリギリクリアできるみたいですね。囲まれてるんでこう横にちょっと避けるのが難しいんだけども、まあうまいこと避けて、ぐるぐるこうね回す感じにすればいけるんだな。あー、でもこのスピンブレード実用性はないな。ダメージが低すぎるんだよね。もうちょっとなんか違う使い方があればいいんですけども。はい、ということで今日は実績解除、そして報酬で愛のメダルの255ゲットしました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。